鶏肉を 1.5 キロ買ってきました。これを唐揚げにしていこうと思います。1.5 キロ分の鶏肉をカットしました。結構量あります。日清製粉の唐揚げ粉、これまぶすタイプじゃなくて漬け込むタイプです。水入れて、いいよ、1袋全部入れます。こっちもお肉入れます。揚げ油には贅沢にオリーブオイルを使います。油が温まってきたようなので入れてきます。日清製粉唐揚げ粉を使った唐揚げ 1.5 キロの半分なんで 750g できました。次、日本製粉の伝説の唐揚げ粉で残り 750g 揚げていこうと思います。これが伝説の唐揚げ粉を使って揚げた唐揚げです。これで 1.5 キロ全部揚げ切りました。唐揚げタワー完成。